はい、おはようございます。おはようございます。はい、というわけで入場です。くるりんぱということで、はい、本日は日曜日ですね。前日土曜日が一の日で、私も来てたんですが、開いてる、開いてるな、鏡全然開いてるな。はい、どうかな、いけるかなこれ。こっち行こう。はい、さあ今日はこっちの鏡で行きます。頑張ります。はい、おはようございます。というわけで、鏡になりました。で、狙い台は角台1台だけ打ちたかったんですけど、他はねもう分かんないので、ちょっと真ん中の、へこみ台のところで、今日はちょっと、上げ狙い、もしくはなんかこう謎の引きを見せてね勝ちに行きたいなと思うんですけれども、昨日ね、アップした動画が、前回の動画がね、かなりいいとこ取りの動画になりまして、そしてエクスタシーモードまで引いてしまうということで、なんかこうやりたいところがねボン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 引けた回だったんですけど、まあ言うてもまだやってないことがたくさんありますんで、ね、その辺を狙っていきたいんですけど、100ゲーム完走、そして絶頂ですね。あ、だ確定画面出してみたいんで、本当にねガチで積もって出しに行きたい。こんな言うてますけど確定出してないっていうね。わあ、カニパターン詰め111、これで10ゲーム。あっと、KJT ですか。これステチェン、あれなんでステチェンした。160、なんかすんごいレア来る。おや、ここで対決発展。あれ、チャンス目から10ゲーム以上経ってっけど。これスタイね、ここで KJT か。最初のチャンス目引いてからのまたチャンス目と弱地も引いてるっていう、この複雑になっていくあたりが面白いですね。諦めるな、ナイス。あー、レーク、いやー、熱っ。チャンス目2個引いちょりますけども、弱地も2個引いてて、いけるか、 OK、 3、いける、ナイスだ、もらった。はい、さあ182ゲームです。さあ、チャンス目からで、うわー、昇格チャンスしたことないけど、オッケーオッケー。さあ朝一が7本、チャンス目でぶち込みましたと。わー、しんど、ラスト、ほら、40ゲーム終わり、終わった。カットインとか来ないし、やってくれる、やられた。はい、さあ一発目はダメ。おい、止まるな、おい、厳しい。ほんでこう設定したかい。さあダンスも止まる。あ、ラストレア役あるよ、全然ある、今日レア役なら。
いやトランクじゃ無理やな。はい、赤いきます。よかった、今日初ラッシュでございます。もっとね取ってもよかったところですけど、まあ入ってよかった。よっしゃー、もろった。ここです、勝負お願いします。めちゃくちゃ引く。ここでレイアップ行って全部上乗せするのもいい、最高だよね。ほいでループ、ください。よわよわ、ああ下手くそ。ただ60ゲームになったんですけど、これ P から行ってるんで天国ありえるっすよね。頼む、終わりラストね、これで。はい、で終了した。うん、だけどセット継続したらもう激アツ。しゃー、天国でしょ、もろたー、でかい。青頼む、青頼む、青頼む、青で、青むずーい。でも頑張って、これ天国で当たって、この次もまたね天国に可能性ありますんで。あ、ラストレイ、ラストレイヤーク、はい、来なかった。さあ、ここで白ダンスいけるかどうか。ほら全然違うから、青ディスクレイヤークを、レイヤークの可能性ある、レイヤークの可能性がある。ないない、前回赤ディスクでぶっ壊したんでね、赤紫もあるぞ。いけいけ、2人か、お3人、いやー取った最高最高、いきます。さあ本日一発目、ケンシロウダンスいただきました。やります、ぶっ壊します、めちゃくちゃ引きます、レアク、最高、目標200、200いこう、まだまだ、OK、開けま、まだいける、よっしゃ、最高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 、まだいける、でかい。超える、ほらやば、くー死んだー。はい、120でしょ、まあまあまあ悪くないんだけど、でここで復活がまあ11%ぐらいあると。あ、まあでも十分よ、100ゲーム、うわしかもレイアク遅いけど、遅い、素晴らしい、いいね。あー終わります、マジでボタン、エンス、エンス、エンス来い、来ない、後乗せもなしのカムズ上げもなし、終わった終わったが、まあ引き戻しもありますんで、引き戻しをして、200のゾーンで ぶち込む。あ、外したか、外してないよな。246ゲーム、下手くそか、下手くそか。そしてドリームスカムサゲン取ってない。これはただサマイプラスになってますね。なりました。
排除開始です。まあ、KJT を経ての直撃か。まあ、来ました。で、直撃ですね。います。658ゲーム。うわ、すごいプレミア。クレア出てきた。はい。行きます。で、こんなハマってるんでめちゃくちゃチャンス。ちょっと終わった、ラスト。駆け抜けてんすけど、ここで来たら激アツだから。いきますよ、せーの。おっしゃー、もろたー、もらいました。これは硬い、いけるだろう。さあ、いきました。はい、さあ、さっき大丈夫だね、でも大丈夫。 OK、ね、モード B だからな。激アツ展開なんですよ。青でお願いします。青、赤、どうにか青になりませんか。はい、ほら、いいけ、カットイン、来い、いいけ、いいけ、うわーそう、そんなうまくはいかなかった。いやー、最高最高。キョウチェリか、ようやくキョウチェリか。ほら、弱中だ。あ、まあいいでしょう。10ゲームもらって113ゲームまで。さあ、終わります。ここで500枚オーバー。さあ、保証プロの力を見せます。終了。ドリカム、あ、やべ、ドリカム来ちゃったってことは有力感リセットされるわけではないんで、まあいいんですけど。あ、すごい綺麗です。すごい綺麗です。さあ、これで引き戻しですね。引き戻しというかもう1セット。えい、あ、熱い、懐かしい。クレア、さあ、これでドリカムでゲーム数が、天井がまた短縮はされーの。モードはどこ行っちゃうだろう。うわー、何もなし。ラスト、なんか何も出ないんですよね。即 KJT、 これ引き戻しのゼロゲームですよね。ゼロゲーム選択されてますよね。熱っ。ハッピーコンボ、はい、さあ行きます。引き戻し2回目だな、これ。後乗せは、後乗せもない、ドリカムもない。さあ、直撃2回目。すごいプレミア来てますけど、はい、2発目だわ。しかも1ゲーム目、えぐい。乗せろ、乗せないか。さあ、終わります。ラスト、つらい。まあ、これじゃあれもね、セットストックもないだろうし、うん、とりあえず直撃しましたよ。50ゲームね、ただで済みましたよって感じ。こちらも1070枚。まあ、
なんだろうな、こうやってちょこちょこ球もらってね、まあ、前に進んでいくゲームなんですけど、モード移行がね、もうちょいうまくいってくれれば終わるんですけど、よし、おお、すげえ、何も引かなかった、気持ちいい、なんで当たった、誰にも止められないよ、ラスト、はい、さあ追加はなし、終了画面も1回だけでしたね、高設定さ、ただこっからやれるのが鏡、今モードビーダー出てる、よっしゃーっていうか、1軒目何トランクでいいよ、トランクでいいよ、ありがてー、赤いさ、これでぶっ壊すぞ、ここでぶっ壊す、行くぞ、本気出したさあ、ゴー、持ってこい、もう一個持ってこい、来た、最高、あ、しかも、サキリンでしょ、で、まあ、ループ率も持ってるってことだけど、まあ、50以上はもちろん持ってるんですけど、はい、よーしょ、もう一個、いいね、最高です、来たぞ、見せ場、ほら、今夜は返さない、今夜は返さないだろ、オーケー、最高、もう一回行け、ほら、頼む、よっしゃ、もう一回、いける、もう一回来い、よっしゃ、来た、強っ、ぶっ壊せ、もう一丁、やりました、残り192ある、150乗せました、よし、来たぞ、ハッピーターン、ハッピーコン、ハッピーコンボ、ほら、赤かまあでもいい、さあこっからだね、勝負は、どうした、リロック、1段階、トランク、無理だけど黄色まだチャンスあり、いく、なし、最高、強い方で、二重の青、頼む、これで一番欲しいのはボーナス、やばい、もうディスク頼みじゃん、終わりました、ここでリアク引けばいいんだ、すべてそれで、もう一人来て、頼む、行け終わったマジで、来た、今日レア役降格、うわ、ちょっと待って、これは引いてる、イカチー、これはイカチー、え、しかもこれトランクか、チャンス目だよな、おそらくな、トランクだ、えぐ、え、乗せるよね、さあ来た、こっちなんだ、こっちが欲しかった、50でループ25% 以上の光放ってますけど、あれば 80% 以上確定なんで、おっしゃ、さあ 80% 以上確定、さあ行くぞ、こんなもん終わらせないよ、こんなもん終わらせないで、あー、マジかよ、ほら来た、ノージル、すごチャンス、赤チャンス、強烈役だろ、ほんでボーナスかなんか引っ張ってくるんだろ、どうせ、あ、ちょっと待って、馬、マジでいいっすか、3桁くれ、あー、30、ループくれ、来い、おーい、来ねー、
さあ1000枚でドリカム、まあ、これも込みで逆転あり。あと乗せこい、ないか、ない、終わりました。シンプルに、シンプルに終わって1086、ね、ドリームズカムズアゲインだ。はい、まあ、とりあえずこれ取ってもう一回やろう、ラッシュ。はい、ではもう一回やり直しますよ。一から出直す。これが私のアメリカ。お願いします、ください。ナイトクルーズ、クルーズ来た。泣ける、上がる。あ、いきなりクルーズ勝負させてくれる。取るぞ、お願いします、うん、よっしゃー、初助かります。エクセレン、何事だ、ないか。はい、ラスト終了です。はい、さあドリカムもまあまたないと、1400枚。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした、はい、というわけで、今日はねめちゃくちゃいい鏡だったんじゃないでしょうか、ね、設定もあったと思いますし、かなりねプレミア演出とかね普段見れないところもたくさん弾けて、そしてたくさんチャンスがある台だったということで、今日は本当ねすごい動画になるんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ結果的にはそこそこにはなってますが、はい、もう朝から一応狙い台は決めてね、角台一択だったんですけど、まあそんな取れるわけもなく、そしたらもう他はね分かんなかったっていう感じだったんですけど、まあ前日2台ねすごい出てたんですけど、1台が多分スウェーで5、6どっちかなと思うんですけどね、1台は変更になってたと。でも他の台もね、まあ、リセットとかかかってる、変更にもなってるって感じだったんですけど、まあ全部いい挙動してまして、直撃とかバンバン出て、私もですね非常に設定されるところたくさん引けて、もうだから内容的には4、5なのかな、ちょっと6というとちょっとね言い過ぎかなっていうところもあるんですけど、チャンスゾーンの入りも3分の1超えてるというところと、引き戻しは2回、そして直撃2回、もう文句なしの内容だったんですけどね。それがあとは噛み合うかという話になってくるとね、なかなかちょっと今日それがだけそれだけ難しかった。そうですね、結果を言いますと、投資が、35本、ね、最後の最後に追加投資始まるっていうですね状況になっちゃったんですけど、もう大ハマりしてはしょうがないですね。35本、1645枚、回収が1555枚ということで、なんと3枚マイナス90枚まで戻したということで、まあ、ほぼもう勝ったようなもんですね、はい、今日は勝ちました。あとはね今日トップがねバルブレイブ、昨日がねちょっと不発だったところもあるんですけど、1万4000枚かな現時点で。であとは他のコーナーもね綺麗なグラフがめちゃくちゃあって、昨日ちょっと落ち込んだかなと、ね、昨日強い日だったんですけどね、ちょっと落ち込んだかなと思ったら今日はしっかり出ましたね全部ね。全体的にねなんかちょっとお店マイナスなんじゃないかなって心配するぐらいの、ね、出玉でしたね。はい、ということで、今日も鏡だったわけですけど、そろそろ鏡を超える台が出てきてほしいなって思いますけど、うん、まあそうだな、鏡もう見せ場がなくなるまではちょっと打ち込ませていただきますね。そうですね、それよりいい台を作ってもらえればと思いますんで、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで、3月も、あと何回かですが、ね、まだプラスですんで、はい、この前来てて思います。今日もご視聴ありがとうございました。
バイバイ。